退屈だ。なあなあ、どっか出かけてもいいか？ダメです。今あなたの治療法を探しているところですから、おとなしくしていてください。はあ、何の治療だよ。俺はじっとしてるのが一番嫌いなんだ。日を置けば治るのではないかと淡い期待を抱きましたが、玉木さんは暴走したままで元に戻りません。どうしたものでしょう。血脈の悪い影響が彼女に出ているのなら、儀式を行うことで元に戻ってくれるかも。玉木さん、玉木さん、どこへ行ったのですか？四十院満腹、何か面白いことしてくれよ。なのだ。満腹黒丸ちゃん、不良に絡まれてピンチなのだ。かぐや様、どうすればいいのだ。はあ、俺のどこが不良なんだ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。ひー、なのだ。玉木風花さん、レース中でもないのにどうしたというのですか。見つけましたよ、玉木さん。おとなしくしていてくださいと言ったはずなのに。じっとしてるのは嫌いだって言っただろ。誰も俺を縛ることなんてできねえんだよ。ああ、退屈だな。なんか面白いことしようぜ。玉木さん、ならレースをしましょう。レース？面白い。やってやろうじゃねえか。四十院さん、満腹さん、申し訳ありませんが、協力をお願いしてもよろしいでしょうか。ジェットレースの試合なら断る理由はありません。何やら訳ありみたいなのだ。満腹黒丸ちゃんたちでよければ協力するのだ。ありがとうございます。では参ります。日も暮れようとしているこの吉祥寺井の頭恩師厳島公園、レースを求める観客と走り足りないレーサーたち、勝負はまだまだこれからですね。小さなカーブが連続するこのコース、ドリフトを細かく刻みながら引き離していくレース展開になりそう。盛り上げてやるからね。3、2、1、スタート。おい満腹、俺が勝ったらタプタプさせろよな。タプタプって何なのだ。嫌な予感しかしないのだ。させません。黒丸をどこだから守らねば。タマキさん、お願いだから元に戻ってください。邪魔するんじゃねえ。これを使いましょう。まだまだこれからです。勝つのはドレスです。元気もりもりなのだ。
勝つのはドレスです。元気もりもりなのだ。一度ジェットレースをすれば元の玉木さんに戻るかもと思っていましたが、しゃー俺の勝ち、イエーイサンキューベイベー、もう誰も俺を止められないぜ。フー、ダメだったようです。どうしたら元に戻ってくれるのか。元に戻る、何を言ってやがるんだ。俺は俺、風花だぜ。いいえ、違います。本当の玉木さんに私が必ず戻してみせます。うっせえな、あんたは俺の一体何なんだよ。それは答えられないのか。じゃあ放っておいてくれよ。ミスダ祈りさん、追いかけなくてもいいのですか。今追うのは逆効果だと思います。それに少し疲れてしまって。
もし何かあればいつでも私たちに相談してください。手伝えることがあるならお付き合いします。困った時はお互い様なのだ。ありがとうございます。もしもの時はぜひよろしくお願いします。明日は学校や神社の文献を調べてみましょう。何か解決方法が見つかるかもしれません。玉木さん、もう少しの間待っていてください。やったー、毎日特訓した回